おい、ノアじゃないか。おい、みんな、ノアが戻ったぞ。おお、よく帰ってきたな。どうだ、活躍してるか。まあ、あの親父さんの息子なんだ、大活躍だろ。いや、まだまだこれからだよ。いや、なんだか愛されてるね。ここが俺とリーンの家さ。ここがノアの家？はあ、立派なお家。ノア？帰ってきたのかい、ノア。無事にやってるか心配してたよ。まあ、祖母さん、元気そうでよかったよ。今日は里帰りじゃなくて、一応任務で来たんだけどね。そうかい、そうかい、何でもいいよ。あんたが元気にしてるのが見られたらね、それだけで嬉しいからね。ありがとう、まあ、祖母さん。どうも、はじめまして。ノア君の、その、なんていうか、特別な存在っていうか、その、リャンって言います。え？あらあら、都会に出たんだから、そういうこともあるわよね。もう、早く言いなさいよ、ノア。え？あ、ちょっと、そういうんじゃないですよ。リャンは絶対にふざけてやってるだけで。もう、そんなに照れなくても終わったら、not much of this early これはみんなに知らせないと。はあ、後で誤解を解くのが大変そうだ。とにかくまずはリーンに。
ただいま、リン。あれ？どうしたの、ノア？お留守？まあ、あんまり家の中でじっとしてるタイプじゃないけど、まさか。Having heating issue. Lin? Oh, やっぱりどこかへ出かけてるのかな。また私はルーンに祝福されたラッキーガールとか言って。誰だお前ら。なんだ。一体何が？行くぞ！なんだお前らは！警備隊の皆さんとお見受けする。ほう、俺たちのことを知ってのことか。悪い人なの？なんだか嫌な感じのやつ。まあ否定はしませんよ、警備隊の皆さん。おい、お前ら火をかけろ。何を。くそ、やめろ。そうもいかなくてな。さて、覚悟しなよ。はいはい、これで飛んでけ。
ピッタリ。なんなんだよ。よし、お願いします。どうぞ回復を。ありがとう。やっ、行こっか。バフン。状況が悪い。ここで倒れたらその子もどうするんだ。お前ら村の入り口は固めてるな。はい。これでいい。ヒュースバイン様、襲うのはこの村でよろしいのですか。真偽を調べられたら。国境近くで騒ぎがあったって噂が流れさえすればいい。それが本当はどこだったかなんて言い合いをしてる間にことはもう終わっているさ。それに、それに、せっかく役なら尻尾持ちどもと仲良くするような連中の村の方がいいだろう。違うか。さあ、なんだあいつら、なんでこんなこと。とにかく一回逃げよう。あいつらただの盗賊じゃないよ。くそ、父さんの。それにリーン、やるぞ。さあ、行くよ。やった。それよ。あれ、あれ、よよよよよ。てめえ、くそ。行くよ。そこで。何なんだよ。肩慣らしにもならんな。経験が力になるのさ。これでどうです。もう、やるぞ。
さて、覚悟しなよ。はいはい、これで飛んでけ。てめえ、くっそー、くらえ、くらえ、よし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 。てめえ、うか、あれ、あれ、そう。ほら、なんなんだよ。アタック、アタックせいや。なんなんだよ。勝った勝った。やったね。バフバフバフ。こいつらやはり手強い。もう少しで村の外だ。みんなはもう逃げたか。よし、急ごう。うん、早くしようよ。君たち、そっちはダメだ。入り口側は罠さ。こっちの森へ。その制服、帝国の。話は後、俺が誰かも後だな。さあ、早く。信用できるか。でも疑ってる暇もないかな。まあ、さっておしゃべりおばさんも助けたぜ。お、行こう。ノア、よかった、無事だったのね。よかった。おお、よかった、ノア。みんな。リン、リンはいる。いないなら、今すぐ戻って。慌てないで、ノア。リンは無事なはずよ。でも、姿が見えないけど。
リーンは一週間前に村を離れてたの。何でも森の親友と冒険のチャンスとか言って元気に出て行っちゃってたわよ。止めたけど、あの子のことだから。冒険のチャンス？はあ、でも無事なんだね。うんうん、私たちもそこのお兄さんとあと金髪の子に助けてもらったし。え？なあ、俺はバレンタイン、まあ成り行きでね、助けることになったんだが、あともう一人ってのは。周囲は確認してきた。もう大丈夫だ。セイ。ノアなのかい？なんでここに？注意と知り合い？そうか、あの村がノアの。それで注意殿の方も族の出没の調査で噂を確かめるためにここまで来ていたと。そうなります。グリューム博には許可をもらっていますが、なんだかその後に雲行きが怪しくなっていて。それでその族ってのがさっきの奴らってことだね。よし、一緒にやっつけよう。いえ、もう引き上げてるはずです。あいつらの行動は早い。それに おかしいんだ。帝国内に流れている噂では国境近くの帝国の村が襲われてるってなっている。どういうこと？連合も帝国も無差別に襲っているということか？随分と大胆な連中だな。それだけじゃない。それをやってるのはエルティスワイスの警備隊だって。はあ、ちょっと何よそれ。そんなの知らないよ。だった、俺が言ってるんじゃない、そういう噂さ。どうもね、妙な感じがするんだよね。うさんくささがプンプンってね。もう、どういうことなの？だから俺が言ってるんじゃないって。それじゃ俺たちはエルティスワイスに報告に戻るぜ。ああ、こっちも帝国に戻ることにする。今回の件はおかしな話が多すぎる。ノアも気をつけるのよ。体調にも気をつけて。お水は一回沸騰させてから飲むのよ。ありがとう、マーサおばさん。それにリーンのことお願いします。うんうん、大丈夫、任せて。今度戻ってきたらちゃんとロープでぐるぐる巻きにして逃がさないようにしておくわ。
それにあの村も立て直さないとね。連中が戻ってくる可能性は低いと思いますが、少し時間を見てから戻った方がいいですよ。まあ俺たちの村だし、ノアの親父さんのためにもあの村を捨てるなんてのはないわな。みんなお願いします。それじゃあ行こうか。セイとバレンタインさんも気をつけてね。なあ、そっちもな。それじゃあ行きます。それじゃあ行くよ、セイ。また会えて嬉しかったよ。ノア。なんだい？嫌な予感がしているんだ。次に君と会うのは戦場になるかもしれない。でも君には目指すものがあるんだろ。ならそれを続ければいいんじゃないかな。おう、そして俺はおせっかいを続けるだけだよ。それにそんなことにはならないって俺は思うよ。それじゃあまた会える時を楽しみにしてるよ。あれがノアか。しかし中尉殿の友人というからどういう相手かと思ったら。でもああいう相手の方が友人になれるのかもしれないですね。友人か。悪い予感は当たらないことを願っておきましょう。よーし。やった。それ。よーし。やった。はい。取ったぞ。ええ。よし、急いで戻るぞ。急ぎましょう。
戦闘はなるべく避けたいのですが。えい！これで勝ちだ。たか空見たことが。強くなった。失礼しました。あれは…ガオーニノア、いいところに。ミオ姉さん、戻ってたの？警備隊メンバーにエルティス・ワイスへの帰還命令が出ている。それをお前たちに知らせに行くところだったんだ。本格的にまずいことになってるらしいな。戻るぞ。どうやらそのフードの男、私が会ったのと同じやつのようだな。何者なんだ。さあね、わざわざ大っぴらに襲ってきておかしいと思ったが。オルドリック公爵の意を受けているんでしょう。多分捕まえて調べ上げてもそんな証拠かけらも見つからないでしょうけど。挑発行為か。俺たちが警備隊だと知ってる口ぶりだったが。信仰の口実作りでしょうね。え？どこが？帝国よ。警備隊のメンバーが帝国の国境付近を荒らしているってことを口実にしてね。何よそれ！襲ったのはあっちなのに！ことの真偽なんて時に役に立たないわ。特に戦争という場所においてはね。帝国が。ユンカースにはユークリスへ援軍を頼みに向かわせたけど、間に合うかどうか。ペリエール様、ウォルムの村が何者かに占拠されたと知らせが。公爵は女に手を出すのも早いタイプね。やっぱり私が嫌いなタイプ。すでにご指示通りに防衛の準備は進めています。戦うにしても交渉するにしても相手がどれくらい本気か知る必要があるわね。ウォルムの村に偵察を出してちょうだい。では。俺に行かせてくれ。何が起こっているのか自分の目で確かめたい。これは重要な任務となりますが、いかがですか、ペリエール様。いいわ。
故郷の村での件もあるし、彼に行かせて。わかりました。では偵察をお願いします。小隊長代理君、ウォルムの村を占拠している部隊の規模の確認です。ああ、わかったよ。私も因縁ができたしね、必要なら手を貸すさ。ではメンバーの選出を。はーい、お留守番してます。はは、嬉しいね。獅子の力を見せる時が来たね。共に参ろう。よし、じゃあ行こう。ああ、だが任務はあくまで偵察だ。分かってるだ、ノア。分かってるさ。彼、警備隊には半年前に入った子よね。ええ。ですが、有望ですよ。みたいね。準備を整えたら早速ウォルムの村へ向かうぞ。ウォルムの村って西？北西？ちゃんと聞いてたよ。ウォルムの村ならここから西へ川沿いに行き、橋を越えたら北の方角だ。Thank you.
ありがとう。お休みになる？癒しがいるかしら。あら、
すでに敵の手に。手際のいい。それでそれで何を偵察すればいいの？兵士の噂話を聞くか、武器、食料の量を改めるか、もしくは奥のテントを確認するかってとこだな。見つからぬようにな。なんだって連合の連中はこんな騒ぎを起こしやがるんだ。半年前には友好なんて言って共同作戦とかもしてたのに。噂じゃその作戦で見つけたレンズの遺跡を独り占めするために周りに住む人間を追い出そうとしてるって。欲深い連中だ。まあ警備隊の犯人を引き渡してもらえばあとはすぐに国に戻れるって。何よあれ、濡れ衣だって。こうなったら。おい、やめろ。見つかるとことだぞ。なんだ？深く。にしては荷物が多すぎるような。食料に武器に、この量は一個軍団ぐらいか。連中本気らしい。本当に戦争になるの？ヘリエール城はそれを望んでいないだろうが、俺たちは任務をこなすだけだ。帝国と戦争に。さて次はあの大きなテントか。
準備の方はどうなっている？はい、万端に。こんな小国、公爵の手を煩わせるまでもない。まあ、私の名声の糧となってもらうさ。あれがこの軍の大将か。その後ろに控えている奴がいそうだが。あそこは警備が固い。あまり近づかない方がいい。ねえねえ、あとはあっちのテントを見れば OK かな。おい、こいつ。待て。あ、見張りが持ち場を離れている。まったくたるんでる。戻ってきたら大目玉を食らわせてやるぞ。わっ、厄介なところに。こっちはダメだな。よーし、お嬢さん、今夜のご機嫌はどうかな。いい子、いい子だ。うんうん、我が愛しのシルビーの心臓。対面式魔導レンズロは圧力にして 500PS は出る。もうすぐお披露目だからな、しっかりとおめかしさせてやらないと。うんうん、いい子だシルビー、君は最高な子だよ。うわ、何これ。うわ、誰、聞いてた？まさか聞いてた？何、何のこと？だから彼女、あ、いや、このマシンに話しかけてた。いや、一見話しかけてるように見えるけど、チェックリスク確認中だったとこ。ん？で、君たち見ない顔だね。軍の人じゃないのかな。はあ、よかった。またバカにされるところだったよ。君は軍人じゃないのか。ああ、僕はどっちかというと技術者かな。オルドリック公爵は魔導レンズを魔術、使う人が限られたり使う人によって効果の変わる不安定なものから、誰が使っても使える技術にするのを求めているんだ。誰だ。あなたたちは、ヒルディさん、パール、警笛を。はい。侵入者です、捕らえて。そんな。引くぞ、ノア。今のはヒルディさん。敵です。
ルディさん、そんな。急げ。いたぞ。来た。戦闘はなるべく避けたいのですが。はいはい。ぐるぐるパンチ。何？何？ここまでか。よし、はい、これでここまでか。紙一房、そよぐことなし。みなぎるよ。まずいな、急がないと。侵入者はお前たちか。その通り。さて、覚悟しなよ。はいはい。ぐるぐるパンチ。ここまでか。せい。あたた。やばい、まずい。あそこを突破しないと脱出はできないようだな。逃がさんぞ、連合の。打ち払うのみ。引かぬのなら切る。さあ来い。ぐるぐるパンチ。ここまでか。はっ、くそ。これで終わりだ。なんだと。紙一房、そよぐことなし。編纂努力は裏切らぬ友だ。くそ、俺たちの国は荒らしておいて。それは。すまんな、今は説明も言い訳もできない。理不尽だから。急げ。わかった。逃がすか。にもならんな。まずはユーミルに報告だな。戦争か。
戻りましたか、小隊長代理君。今からお嬢様のところへ報告に行くところでした。ちょうどいい、一緒に来てください。ああ、わかった。なるほど、武器の量が1個軍団程度、食料は数ヶ月分ですか。シャペルというのが遠征の将、奴らの言う通りの犯人の引き渡しって話にしちゃ大げさだね。オルドリック公爵は先日合意となったノースファリア領の受け取りのためにそちらに軍を率いて向かっているという情報です。ユークリスへの援軍依頼ですが、どうも国内で意見が割れているようで、特に貴族議員からはエルティス・ワイスと帝国との問題に関わるべきではないという意見も強く、ノースファリア引き渡しに関して随分と大金が動いていて、それがご破産になる方を貴族たちは恐れているようです。君主ユンマ・シャーリアス様は援軍を送る気はあるようですが、貴族たちのこともありすぐには決めかねている様子でした。ユンマならそうでしょうね。しかし貴族たちは目先の金で、それも公爵の計算なら本当にいやらしい男。すぐに援軍というのは期待してなかったけど、でも希望はあるわね。となるとここに立てこもってその間に援軍を待つことになるようだな。数ヶ月、いや半年は頑張る覚悟がいるか。お嬢様の以前からのご指示通り、エルティスワイスの食料の備蓄は完了しています。1年は持ちますね。時間はこっちの味方ね。長引けばあの分からず屋どもにも帝国の野心が見えてくるわよ。所詮をなんとか防いだら、あとは固く防衛する。みんなお願いね。ああ、もちろんだ。そうね、ノアだったわね。ユーミル、彼にも一部隊を任せてあげて。え？確かにガオーの頼みで彼は一時的に小隊長をやっていますが、あくまで代理で。やる気があるみたいだしね。ガオーたちがついてるなら問題ないでしょ。ああ、それはいいが。そうよ、戦うにはストーリーがいるのよ。帝国の卑劣な襲撃によって生まれ故郷を失いながらも戦うために立ち上がったですかね。そんな感じで噂を流してちょうだい。実際には失っていませんが。ちょっとした演出よ。お嬢様。何？悪いお顔になっていますよ。仕方ないでしょ、私だって必死なのよ。Thank you.
あ、今呼びに行こうと思ってた。なんだか軍議だって、ついに来たみたいだよ。偵察から2週間、ついにか。ノアの初陣になるのかな。ガオーたちのところに行こう。来たか、ノア。帝国軍が進軍を始めたという情報が入りました。防衛戦の持ち場についてもらいます。準備は整っていますね。ちょっと待ってくれ。用でもありますか。支度を急ぐように。ま、はいはい。お休みになる？